トリポリタニアの3都市のうち、最西端に位置した都市。現在のリビアの北西部ザーウィア県に位置する。現在のトリポリの西約 65km の地中海沿岸に存在した都市で、その遺跡群は1982年にユネスコの世界遺産に登録された。サブラタ港の建造は古く、おそらく紀元前500年頃に、 フェニキア人の交易拠点として建造されたものである。そこはアフリカの後輩地の産品を扱う沿岸部のアウトレットとしての役割が与えられていた。サブラータは一時マシニッサ王が治めていた短命のヌミディア王国の俗領となった後、ローマ帝国の組み込まれ、西暦2世紀から3世紀に都市が再建された。セプティミウス・セウェルス帝が近隣のレプティスマグナに生まれたこともあって、 彼の治性下がサブラータにとっても記念すべき絶頂期であった。しかし、この町は4世紀に相次いだ地震の被害を受け、とりわけ365年の地震の被害が大きかった。その後、ビサンティン帝国総督の下で規模を縮減する形で町は再建された。マグレブをアラブが占領して数百年と経つうちに交易の拠点は移り変わり、それにつれて、 サブラータは一村落へと衰退していった。サブラータの遺跡で有名なのは、三層構造を保っている雄大な三世紀の劇場だが、その他にもリベルパテル、イシス、セラピスなどに捧げられた神殿群がある。サブラータの劇場はというスティニアヌス一世の地世下に建てられたバシーカ式教会堂も現存し、北アフリカのローマ都市の住居群を華やかに彩った。 モザイクの床板もいくらかは現存している。床板の中で保存状態が良いのは海を望む公衆浴場跡と劇場に残る白黒の床板である。隣接する博物館ではサブラータの出土品のいくらかを見ることができるが、残りはトリポリにある国立博物館に収蔵されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、 登録された。2016年の第40回世界遺産委員会では、リビア国内の衝突による損壊及び今後、引き起こされるさらなる損壊への懸念から、本物件を含め、その時点で登録されているリビアの世界遺産5件、すべてが危機にさらされている世界遺産リストに登録された。ありがとうございます。